次に2番議員より豊島区の業者訪問被害についての発言がございます。2番津田洋二さん。敷島会津田洋二です。今日は早速ですが、前回の議会に出された想定外の夜間営業訪問禁止の請願に関連して質問いたします。外交戦で豊島区民の皆様からお聞きしたお話の中に、 NHK 集金人が夜中に訪問してきて非常に迷惑だ、腹立たしい、怖いというご相談が数多くありました。以下は私が実際に区民の皆様からお聞きした NHK の夜間訪問電話の数々です。男性の被害、3日連続で夜中の12時、夜中の12時、夜中の1時に来た、夜10時ごろ来て食事中だから帰ってくれと言ったら、そんなことは見ればわかると怒鳴られた。女性の被害、夜中に何度も来るので気味が悪く、怖くて怖くてとうとう引っ越した。夜11時ぐらいに来て玄関先で大声を出された、怖かった。1日のうちに昼と午後6時と夜11時に3回も来て怖かった。集金人が3日連続で夜12時過ぎに来た、怖くて怖くてしばらく不眠症になった。テレビはないと言っているのに契約書としておく、朝来て昼来て夜10時にも来た、全部で15回も来た、ノイローゼになりそうだった。夜10時過ぎ、男2人が押しかけてきた。女の一人暮らしなので怖かった。これらは NHK による夜間訪問被害の本国一部であります。21時以降の訪問販売は特定商取引法により懲役もある罰則で禁止されています。同様に21時以降の債権の取り立ては貸金業法により懲役もある罰則で禁止されています。訪問販売行為と取り立て行為が禁止対象ですが、 NHK は契約の勧誘であり、このどちらにも当たらないと主張し、司法もそれを認めてしまっており罰せられません。日本中で NHK だけが夜中の1時だろうが2時だろうが営業訪問しても法で裁かれない特権を持っているのです。取り立てでなかろうが販売でなかろうが、他人の家に夜遅く業者が訪問し迷惑や恐怖を与えていることに変わりがありません。日本中で NHK だけが夜間営業訪問を許されている現状はとてもとても不平等で不公平だと思います。また夜間訪問以外にも NHK は豊島区の皆様に次のような迷惑をかけています。男性の被害、知らぬ間に契約させられていたので契約書偽造を疑い、自分の筆跡かどうか確かめるために契約書の原本を見せるよう NHK に求めたところ、それはできませんの一点張りで拒否された。契約を断ったらドアに唾を書かれた。契約を断ったら植木鉢を倒された。女性の被害、同居人が騙されて1世帯なのに未契約させられていた。帰宅を待ち伏せされ怖かった。テレビがないのに契約を迫られ4時間も帰らなかった。契約しないと NHK に訴えられて仕事を辞めることになりますよと脅された。契約を断ったら俺は出所したばかりだぞと脅された。契約を断ったらドアにマジックでバカ、ゴミと落書きされた。契約を断ったら庭に廃業された。契約を断ったら自転車のサドルをタバコの火で焼かれた。衛星放送は映らないと言ったら
機械の接続が悪いのかもしれない。見てやめよう。と言いながら部屋に無理やり入ろうとした。テレビがないと言ったら、そんなわけないだろうと怒鳴られ、腕をつかまれた。これらはすべて私が街頭などで、実際に区民の皆様からお聞きした NHK 集金人による被害の数々です。テレビがなくてもいいから契約しろ、金を払えと脅されたというお話を聞いたことも一度や二度ではありません。女性の被害がとりわけ男性よりも多いのは、女性を狙え、高齢者を狙え、一人暮らしを狙え、夜中に行けと集金人を集めた本部講習会で NHK 自身が直接指示していると元集金人の方にお聞きいたしました。この方は他人を苦しめる業務に耐えきれず3ヶ月で辞めたとのことでした。この場にいらっしゃる皆様のお母さんや娘さん、妹さんやお姉さん、彼女さんなどの大事な方のところに NHK が夜中に押しかけてきて、玄関先で大声を出したり、部屋に無理やり入ろうとしたり、大事な方が腕をつかまれたなどと聞いたら、果たして皆様は冷静でいられるものでしょうか。また、豊島区民の皆様がNHK に大変苦しめられていることは、私が票をいただいてこの場にいることからも明らかではないでしょうか。私は夜中に女性宅に押しかけ、恐怖を感じさせ、しかも罰せられない NHK を許すことができません。これは男性はどうなってもいいということではありませんけれども、ですので今後も引き続き想定外の夜間営業訪問禁止条例の成立を求めていきたいと思います。そこで夜間営業訪問による被害相談がどの程度区に寄せられているかを知るために質問させていただきます。豊島区に寄せられた夜間営業訪問による年間の相談・苦情件数と NHK による被害の相談・苦情件数をお示しください。よろしくお願いいたします。区長、高野幸男さん。ただいまの靴沢良治議員のご質問に対しまして、斉藤区長から答弁を。区長、斉藤雅人さん。豊島区の業者訪問被害についてのご質問のうち、区に寄せられた夜間営業訪問による年間の苦情相談件数及び NHK 集金人訪問による苦情相談件数についてのご質問にお答えいたします。平成30年度の1年間で豊島区消費生活センターに寄せられた相談件数は2198件ございますが、このうち訪問販売にかかる相談や苦情は157件となっております。主な相談内容といたしましては、勧誘が強引だった、解約したい、説明が不足しているなどが多くを占めております。ご質問いただきました平成30年度における夜間営業訪問への苦情や相談件数は1件でございます。また平成30年度における NHK に関する相談や苦情は21件ございました。この中には集金訪問に関わる相談や苦情ばかりではなく、受信料や放送内容への質問なども含めた件数となっております。以上をもちまして、靴沢良治議員のご質問に対する答弁を行います。次に